自習だったよ。やってないよ。インフルエンザ拡大。自習だったの？そうだよ。テスト勉強して。うち家でお菓子食べてた。あれだよ。あのさ、かおり先生がさ、いいな、3組いてとか言って遊びに来たよ。嘘。2組の生徒がいないからつまんないから。じゃあてめえも帰れやつ。3組のとこ来てさ、いいな、3組いてとか言って。うち来年鶴岡先生がいてるね。え、怖いって噂もあるじゃん。あるよ。すごく怖いって。面白いじゃん。結構リオは、うん、やっぱ、1学年亡くなってたで、え、でも、将棋先生と木田先生すごいだから。ねえ、みゆちゃんとさ、小野先生って付き合ってんの？もう一回言って、ちょっと。え？え？え？さっきみゆ？みゆと小野先生が付き合ってんの？なんで？そう、先生とか、先生が付き合うわけあるの？なんで？ほのかが言ってたよ。そういう噂がある。え、誰が告白？え？小川があっち。あ、ガサキン。あ！じゃない、呼吸の、はい、これ抜いていいの？ダメ、もうダメ。何これ、え、いつ出すもの、これじゃあ開けてみようぜ。うちは試験前に出したと思って。え、嘘、試験でも今 ID 出す、え、ID 出す、横先に出すもの、待って、試験前に出すもの、これ出したもん、嘘、ありがとう。中身見てないからさ。今日何曜日？金曜日か。わかる。金曜日以外何物でもないし。あの空を見上げて。青じゃない。あれ、それ持ってなかったっけ？疲れた。また英語じゃなかったらいける。英語だし。英語だし。さっきね、確認してた。でっけ。風に吹かれる。でも違う。そこの道さえもしやかで、聞いたよ。ミュートで小野先生と付き合ってるんだって。誰っていう噂だよ。あくまでも噂だからね。あれとか誰か言ってたの？小野先生見せてる。なんかさ、どう小野先生と見るのさ、小野先生とミュートが見えが小野先生と付き合うわけある？ない。いや、リオ、ない。だから、聞かないで。いや、ミュに聞こっかな。聞かないで、本当のことじゃないよ。さっきミュちゃんと話した。先生と生徒は付き合わないよ。規則がある。はい。AK in grade 5. This is to certify that Saki Mizuno has successfully passed the above level of the AK test in practical English proficiency.Conducted by the Society for Testing English Proficiency Incorporated. Congratulations, I'm going to talk about that. AK in grade 5. This is to certify that Natsumi Aida has successfully passed the above level of the AKEN test in practical English proficiency. Conducted by the Society for Testing English Proficiency Incorporated. January 30 of 2012. Aida Natsumi. Natsumi Aida. Nancha, shikkari. Aida Natsumi. 英語で In English, it means Natsumi Aida. Please receive this. さっきも出したよ。おお、本当だ。Nakamura Aya.AKEN grade 5, this is to certify that Aya Nakamura has successfully passed the above level of the AKEN test in practical English proficiency conducted by the Society for Testing English Proficiency Incorporated. 色々お前。聞いてる？聞いてる。もう一回。AKEN grade 5, this is to certify that Aya Nakamura has successfully passed the above level of the AKEN test.In practical English proficiency conducted by the Society for Testing English Proficiency Incorporated. おめでとうございます。Congratulations. うん、10も46だったよ。マジで？あやなくむら。よし、やろうぜ。50点満点。30点できた。おめでとうございます。Congratulations. あ、すげー。あやなつみ。はい。50満点。29。29、なんで知ってる？お母さん教えてくれた、なんか、携帯に回ってきた。はい、合格した。おめでとうございます。これさ、
水井のうさき。あぶない。立ち慣れて。おめでとうございます。Congratulations。なんちゃんすごいし、業績。一番できた人は49点。すげえ。安川健。まだ六個は35で。誰？あや、さっきが37で。あや、30。よ、なんちゃんは？29。違う違う、安川健は47点。誰だったっけ？ねえ、エディス誰？アイリーの弟。小学生。すげえ。2歳から英語やってる。わ。何だったっけ？さっきリスニングどうだった？リスニングはね、2問、3、2、3、4問、5問、5問だ。5問間違えた。全部すごい。私もあ、うちもそうだって、うちもね、リスニングね。リスニング勉強しようよ。レッツスタディ。なっちゃん、リスニングすげえ。2と4間違うんだ。なっちゃん、リスニングすごいよ。上手なっちゃん。Very good。1部と3部は全部あって、2部2つ間違えた。よかった、リスニング私間違えたら大変なことになってる。うちも41だって。リオとなかま、リオが3級だって、リスニングが3級だって、おー、すごいじゃん。で、ここ1点差じゃん。すっげえ寂しい。じゃ、9番強い。できる方で分かれて、1人で行ったの。もっちゃん、できない方で分かれて、1人で行ったの。あ、なっちゃん4点差。リスニングはあんたたちみんな一緒だよ。あやちゃんはリスニング。あやに25問中リスニングいくつ？言われて、お店これであっち側始めていいよとか。
こうやってそのまま私も怒んないし、しかも鹿先生ともやっていけない。そうです、鹿さんずっとそう言ってんの、手を挙げてんの。わかるなのに、先生は何も反応しなくて、もう死んだってみんな、いい終わって。で、お前分かんないやつに言うか。はい、みんな、読んで。 I am studying English。 どういう意味？この人私は勉強、英語を勉強します。No、私は英語を勉強しています。しています。B 動詞プラス ING はしています。書く？書いて。なっちゃん、うるさい。なっちゃん。はい。ノブ出して、早くしてよ。はい、ごめん。あれ、うちの、あれ？どこが使われる？おっさん、頭おかしくなっちゃった。かわいそう。早く、I am studying English。 リョーコ、帰ってください、リョーコちゃん。だって、なっちゃんと遊んでないから。君の瞳に話を奏でる心。君の瞳に話を奏でる心。君の瞳に話を奏でる心。ねえ、なんか変になってきてる、どん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 変になってきてるような気がして。持ってきてるんじゃなかったの？うん、なんか持ってきて、え、この中に入ってるのなんかして、え、家に帰って、お前何やってんの？お前何やってんの？あれ、違う、でも書いてさ、私のさ、私の昨日ね、8かと思ってパンちゃんずっと思ってたから。あれ、うちの中に入ってる、俺、背中戻ってない、背中戻ってない、いや、うちの中にあれずっと私は英語を勉強しています。I am studying English。え、ちょっと待って。で、下敷きして。ん？下敷き。うん。下敷きあったけど、なんか。You are playing tennis。あなたはテニスをしています。テニス。あ、その人も書くぞよ。え、で、それだと光の加減で見えない。光の加減で見えない。きっとあそこに小野先生が光ってたのとさ、あれ、立つから光ってたのね。余計。でもこれね、ハゲだね。はい。しょね。これ。すごいね。で、これって書いてもね。あ、先生見た。見たでしょ。これさ、なんかさ、先生たちが歌ってるところだったね。なんかさ、最初一人で歌ってたさ。ああ。その時これ死ねじゃん。なんかさ、お兄さん。歌おかしくねとかってみんなで。だからダンスしてたの。お兄さん。そこに大野先生が混じってる。今度こうやってやられたらお兄さんっていう生物違う。 He is listening to music。 ゆきんこ、なーちゃん、無視してる。書いたよ、書いてるよ。私は音楽を聴いています。彼は音楽を聴いています。小野先生思い出しちゃう。彼は音楽を聴いています。ハギ思い出しちゃう。He is listening to music。 ハギ音楽を聴いてる。待って、そしたら小木先生も音楽聴いちゃってる。ハギ音楽を聴いてる。小野、スパギはやばい、なっちゃんとの湯はリオ交換しよう。リオこれ焼いてあったかいよ。どうしたの？ねえ、あや、ロシボタンしよう。さきちゃん、ケンジーズクッキングインザキッチンってどういう意味？ケンジーズクッキングインザキッチン。ケンジは、キッチンで料理をしています。グッド、上手。うるさい、見てみよ。リオちゃん、サトシ is running in the park。 リオちゃん、サトシは公園で走っています。 Very good。 そして転びました。ちっちゃ、どうしよう。全然さっきの書き合わせ、これ。要は交換したら怒る。ありがとうございます。